こんにちは、ゆるこです。いつも私のチャンネル見てくれてありがとうございます。昨日もソニー α9-3 を数時間ぐらいいろいろいじって結構いろんなデータをもう私のために取りました。結構衝撃的なこともいろいろ気づきました。そしてその中の一つかなりやばいことがあって、もう全然それ話題になってないです。全くソニーの発表にそんなことも一切伝わってないけど、それはおそらくなんか今までいろいろ見てたら、何回か触ってたら、一番これやべえぞって機能が一つありました。なので今日の動画それ話すので、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。そしてイントロが流れてる間でもう一回、皆さんは何が一番気になってるか、何がまだ疑問に残ってるか、動画の最後にもう一回、今まで私の感想でも本当に回なのか、まだまだ思いながら話すので、ぜひ最後まで見てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではスタート。もし私のチャンネルを初めて見ている人だったら、エルコです。いろんなカメラに関係する話、光の使い方、ポートレート撮影などの話、普段アップしているので、初めての人だったらぜひフォローしてくれたらめっちゃ嬉しいです。そして、今からいろいろ言うけど、でもちょっと告知します。ソニーストアで1月6日から1月26日までに展示します。写真展示します。個展します。毎日はいないけど、大体、いるようにするので、ぜひ遊びに来てくれたらめっちゃ嬉しいです。この日に行くかもって、もし分かってたら、ぜひコメント欄に入れてくれたら、合わせれるものなら合わせようかなと思ってます。その中の14日にトークショーします。ぜひ、無料で誰でも聞けるので、ぜひ遊びに来てくれたらめっちゃ嬉しいです。それの詳細も下の概要欄に入ってます。で、もう一つ、1月1日と1月2日は、ヨドバシカメラで記念撮影します。もう来てくれたお客さんのみんな私が撮ります。そしてデータをプリントしてフレームに入れてお渡しします。そういうイベントは梅田じゃなくて吉祥寺のヨドバシカメラでやります。なので1日2日もみんな吉祥寺で集まりましょう。結構楽しいイベントになるのでぜひやりましょう。10時から19時までいつ来ても OK です。では本題に入りましょう。もうソニーさん嘘つきだよで、おそらくサムネイルで見て多分衝撃受けた人もいるかもしれないけど、まさに今回は悪い意味ではなくて、結構 すごい、いや、こんなすごい機能あるのになんで言わないのぐらい の結構やばいのものを見つけました。で、まず一つ多分皆さんが招きになっているところが、ソニーの発表会でおそらく純正ストロボのみがなんか8万分の1とか一番速いシャッタースピードしか使えないっていうのが結構伝わってきたかなと思います。私も、大体そんな感じ。いろんな人が多分純正だけでしょ結局。そうではないです。日清も試したし、ゴドクスも試したし、プロフォトも試したし、大体私が持ってたサードパーティーストロボいろいろ試して使いました。8万分の1で光りました。なので自分のストロボ使えない可能性が、ゴドクスだから500分の1しか対応してないっていろいろ試してる方もいたんですけど、問題ないです。ゴドクスでも8万分の1はいけます。ストロボはシンクロします。ただシンクロするからといってそれが未だに効率よく現場で撮影できるかというと、まだロケで使ってないので、スタジオでは何回か使って撮影したんですけど、まだいい環境のなんか分かりやすい青空があったりとか雲があったり、そういうロケで使わないと個人的に未だにか、買った方がいいとか言えないです。本当にもしかしたら後悔するかもしれない。いろいろ使ってたら実際にちょっといろんなまだ疑問が残ってます。もしかしたらかなり効率悪くなる可能性があります。いろいろいじってたら、だってシャッタースピード変えるとほぼ同じパワーの設定のはずなのに結構ばらつきがついてるし、ただでも実際に減ってるわけではない。ただピークの時間が
位置が変わってるので、そのシャッタースピードから外れてるので、あの暗く見えてるんだけど、そのピークの時間のストロボの、先行時間のタイミングをいじればもう一回すごいいい露出に戻ったりするとか、そういう細かい作業がどれだけ負担になるかはあのまだの課題です、私の中で。それがもうなんとなく解決すれば、まあ買おうか買わないか。なのであの発売日にはあの、ま、とりあえずゲットしようとは思ってます、なんかの形で。あのだからすぐあのもう最初から全ストロボを結構持ってるので、全部試そうと思って、どれが使えるかどれが使えないのか、本当にそれぞれによってピーク時間が本当変わったりするので、ストロボ目当てで α9-3 をゲットしようかなって悩んでる人が、あのマジで待った方がいいです。あのまだ全くあのちゃんとしたなんかストロボの話も全然出てないんで、あの待った方がいいかなと思います。あの慌てる必要ないです。ただスポーツとかあの静かな環境で撮りたいとか、ローリングシャッターとか気にする人はもうゲット、もう最高、多分やばいと思います。ただストロボ目当ての人はあのまだまだ待った方がいいです。おそらくあのいろいろ多分いろいろ気づいてるので、今のところはそれはまだまた動画、別の動画にします。あの今話したらだいぶ長くなります。で、いや何が一番衝撃的だったかというと、もう本当にあそれ実際にできてから使ってできたらもうやべえ、ま、ええちょ買おうと思ってたものがあります。その買おうと思ってたもの全然もう10万使わなくていいようになるぐらいのやべえ機能が入ってます。で、そうあの今喋りながら昨日いじってた時、あのその時はポータルとかじゃなくて、もう普通にちょっとテストしてただけ、いじってた時の映像もあの見れるように横に入れます。 まあ私の話聞きながらそっちを見ながら、あのどっちもぜひ見てください。で、あのゴードックスでも試したし、日清でも試したし、プロフォトでもいろんなストロボの発光といろんな、もう結構いろんなデータを取りました。ではこの中で一番もうやべえなっていう機能が言うと、あのコマンダーですね。あのソニーがあの多分今ここにちゃんも入れるけど、あの発表会に行ってたけど、あのマルチ収納 の純正ストロボだけでいけますとか、なんかそういう感じでいろいろ言ってたんですけどそれあのマジでそうじゃなくて、あの もちろんゴドックスでも日清でもプロフォトでもあの他のメーカーのコマンダーもあるけどいけます。ただあのそれよりレベル超えてます。あの今出してる映像がソニー用のゴドックスとか日清とかそういうのじゃなくて、全くソニー用の臭じゃないコマンダーつけてこれ撮影してます。ソニー用じゃなくていいんです。この映像ではキャノンとかニコン用のコマンダーつけて撮影してます。やばくない？シャッタースピード見てください。多分どっかに今から変わったりするけど、シャッタースピード見てください。ハイスピードシンクロじゃなくて、あのマルチシューとか TTL とか使ってなくて、ただのサード、もう全然ソニー専用じゃない、ただの中央ピンがあるコマンダーで8万分の1までいけます。ってことは、あのよくプロフォト使ってる時に、例えば、ソニーのホットシューの接点とかでなんかエラー出たりするんだけど、普通に最近そんなんでなくなったんだけど、あの普通にあの買おうと思ってました。あのソニー用のコマンダーあと2つ欲しいなと思って買おうと思ってたんですけど、いらない。いやマジいらない。今キャノンのコマンダー持ってるんだけど、あ2つか3つぐらいキャノンのコマンダー持ってるけど、全然それで8万分の1いけます。8万の分の1で取る意味あるかっていうと、それまた別の話だけど、2万分の1とか、1万6000の1とかいけます。これで
これはかなり衝撃的なことかなと思う。皆さんもどう思ってるか。これおそらくソニーの多分スタッフ、多分これ公に言えないかなと思います。多分言えないと思います。うちのストロボこんないけるぜと、もうどんなキャノンのコマンダーつけて、ニコンのコマンダーつけてもこれ大丈夫だぜ、多分言えないかなと思いますけど、いけます、いけちゃいます。これマジでもう涙出そうにぐらいもう感動した。ただもう一回、これができたといって確かに光るんですが、あの撮影の流れで、あのいろいろパワー変えたりするときに、いろんなあの変わったりする、もう一回やろう、多分別の動画ももっと細かく動画にするしようと思ってるんだけど、ストロボの先行時間の一番ピークのところがずれたりします。ストロボのパワー速くすれば強くすれば弱くすればそれずれたりします。メーカーによって先行時間の位置が変わったりします。ピークが変わったりします。なのでそれが本当にスムーズで1回の例えば数時間の撮影で問題なくいけるかまた別の話、それは実際に私もそういう環境で試してないんで何とも言えないんだけど、光るのは光ります。どんなストロボでもキャノンでもニコンでもニコンでも日清でもソニーでもゴドックスでもどんなストロボ光るも、もう一回ソニーのマルチシューのコマンダーいらないです。こんな感じでただの中央ピンがあるコマンダーがあれば全くキャノンのコマンダーとかニコンのコマンダー使って撮影してます。今だったらそれはありえない話、たまに使ってるけど、予備としてソニーのマルチシューはたまに、最近ほんと少なくなった、多分だんだん良くなってきたけど、そんなエラーでなくなったんだけど、念のためにいつもカバンの中にキャノン用のコマンダー入れてます。ただ今までだったらシンクロスピード以内でしか使えないです。大体200分の1までになります。そしてストロボなんか結構暗くなります。設定しないと撮影効果反応オンとオフの設定もいじらないといけなくなるけど、すごいこれで、はい、そしてハイスピードシンクロも使えない、今たまにギリギリのところになるとハイスピードに切り替えたりするとき、マルチシューのストロボとかでしたら、キャノンのコマンダーだったらできないんで、もう ND フィルターだけで撮影します。ただもう一回これもうゲームチェンジャーだと思います。今いろんなコマンダーの持ってるけど、例えばセミナーとかで撮影するときに皆さんのためにコマンダーニコンとかソニーとかキャノンとかも持っていくことが多いんだけど、これマジでなくてもいいです。普通にソニーのカメラにキャノンのコマンダーつけて8万分の1で、まあ普通だったらハイスピードシンクロって言える環境で撮影できてしまうのがかなり衝撃的でやばいなと思いました。もしかしたらソニーは多分そんなこと、そんな公に言えないかもしれないし、今まで体験館にも言ってたけど、全然そんなこと多分誰にも言ってくれない。多分、まあ言わないから。でも、それ以外もいろいろ実際にいじって、もしかしたらそれより衝撃的なことにも気づきました。それもしかしたらまた別の動画に、発売前にまあ言わないかもしれないけど、発売してから言うかもしれません。なのでこれで終わりたいと思います。多分皆さんが気になっているところは純正のみなのか、グローバルシャッターのストロボの一種とかそうではないです。ゴドックスでも日清でもプロフォトでも試して問題なく使えます。それどころかソニー用のコマンダーまでいらないです。もうなくていいです。これは一番もう私がすごいやばいなと思いました。もう一回皆さんに、これソニーさんはこの動画はもう見てくれてるので、皆さんの求めてることとか、なんかあれば、いや買いますとか、やっぱイルコさんのレビュー待つわ。私でも自分のレビューを見ないと正直にアルファ93買う気にならない、結構リスキーな感じになるかなと思います。なんか今まで慣れてる
ハイスピードシングルとエンディーフィルターの組み合わせが完全にもうバラバラ、もう全部崩れちゃう感じの新しい使い方になるし、それが効率いい使い方になるかも全然まだ分かんないんで、そういう感じで終わります。皆さんの意見もください。そしてもう一回、6月6日からソニーストアで、イベントします。梅田のソニーストアで写真展します。6日から26日までの3週間、週末は大体いるようにするけど、平日も、まあ、いる日も結構多いかなと思います。なのでこの日に行くかもって方がいれば、ぜひコメント欄で教えてください。その中の14日にトークショーします。それの URL と申し込み URL も下の概要欄に入って、無料ですけど多分一応申し込み入れた方がいいかもしれません。多分タッチ見ればダメって書いてるけど、まあいけるんじゃない、わかんないよ。多分大丈夫、今までは結構あったから大丈夫だと思います。ぜひそれも遊びに来てくれたらめっちゃ嬉しいです。で、1月1日2日吉祥寺の淀橋か、なんで淀橋っていつも、吉祥寺の淀橋カメラで撮影会します。来てくれたお客さんを私が撮ります、無料で。そして印刷してフレームに入れてプレゼントする企画、ヨドバシカメラ1日2日10時から19時まで、ぜひ遊びに来てくれたら、私の新しい名刺だけ欲しいとか、なんか写真初日写真ツーショットだけ撮りたいって方がぜひ遊びに来てくれたらめっちゃ嬉しいです。ではこれでこの動画終わりたいと思います。α9-3 についてこういうこともなんか知りたいとかなんかあれば、ぜひ下のコメント欄に入れてくれたら、また試せるようにします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ、イルコでした。